サックマ TV。 さあ今日はサックマ TV ですね、音楽をちょっと離れまして、私の、日課でもありますウォーキングをですね、一緒にこう歩いてみたいなと思います。今日は、7月のちょっと前です。まだ6月終わりですけど、すっげえ暑い朝です。朝なのにこの暑さ、背中がもうね、黒い T シャツ着てるからもうじわじわくるんですが、これね、あれですよ、お地蔵さんじゃなくて、汗かいたり首冷やさないようにタオルいつも巻いてます。そんなね、ウォーキングを一緒にね、行きましょう。じゃあ、まずラジオ体操からでございますね。はい、よいしょ。見てないで一緒にやるんですよ。はい、ラジオ体操が一通り終わりました。ここはね、川沿いなんですね。今ね、いるの元荒川という川で、これね、春は桜がね、すごい綺麗なんですね。ここが桜の木になります。ずらーっとね、あー、空が夏の空ですこれね。暑くて、今日はさっきもね、通りがかった人がおはようございますって言って、暑いですね今日はって話をしましたけどね。ウォーキングをしていると、その日々の気温差もね、よくわかりますね。もう一度二度違うとすぐわかりますね。さあ、それでは歩きましょうね。よいしょ。これ果たして、この僕が腕を伸ばしてやってるんですけど、体にいいのか悪いのか、これ運動がね。ラジオ体操以外にもね、今屈伸とかね、いろいろやりましたね。まあ歩いてるとね、いろいろなものが見えて、花がね、こう、花が咲いてるなとかね、いろんなものが、カラスがね、カラスが鳴いてるなとか、ずっと生まれ育ち、暮らしていますけどね、今でもね。ウォーキングするコースは今日、今日はね、初級者編も何もあるかつて、ね、なんですけど、初級者編も何もないんですけど、いろんなコース歩くんですけど、今日あのコース決まってないんですよ、ウォーキングっていうのはね。大事なのは行きたい方に行く、これですよ。人間の生き方と一緒ですよね。行きたい方に行く、自分が心で思うね。なんかこれすごいお地蔵さんみたいな、思う方に行くという、ね、時には路地に入ってみたり、時には大きい道行ったり、あんまり車が通るとか行かないかな、ね。アジサイも風に揺れてますけど、ね、さあ、歩きながら、たどり着いたのは八幡神社。去年の秋ですね、八幡神社の、イベントを歌いました、ライブでね。その地元のね、神社です。ここで歌ったですね。この辺りでね。あ、何かがいる。何かいるぞ。なんだあれは。パンダか。シャンシャンか。ここでね、歌いました。ここの八幡神社のそのイベントは秋にね、必ず決まった日にやるんです。で、その地元の小学校4年生
の女の子たちが巫女さんになって巫女の舞をやるという、これがねずっと何十年続いてるんですね、そのね、神社です。あ、狛犬くんもね、おりますけどね。あ、これ書いてあるんですね、八幡神社ね。これ集会所なんですけど、よく子供会なんてあるとここでね、僕は鎌塚だから鎌塚子供会なんです、ここでやるんですけどね、そんなね八幡神社様でございます。ちょっとお参りをね行きましょう。よいしょ。じゃあ手を合わせて、ね、手合わせらんねえな持ってると一旦、あ、ここよいしょ、はい、ということでね、さあ、じゃあウォーキングは続きます。よいしょ。これ歩いてるとね、私が通っていた母校、中学校が出てきます。真ん前にね、真ん前に見える、まあ、校舎がね見えてます。向こう側にこれがね中学校、あ、歌を作ってます僕ね。六角形のダイヤモンドというね、吹き上げてくる夢につかまり、高く高く未来の風に乗ろうってね。さすがにご近所様の迷惑になっちゃいけません。ちっちゃい声で歌ってますけど。よいしょ。あ、ヤクルト。ヤクルトレディ、ね、この街の元気。はあ、よいしょ。向こう側がね、学校です。母校です。新幹線が来ました。あれは、E の7系という形ですね。北陸行くやつですね。輝きだったり、浅間だったり。浅間だったら長野だね。輝きは北陸まで行きますけど、もうずっとね、地味になっちゃった。あっちまでね、これは新幹線が続いてます。向こう熊谷ですね、うん、逆にこっちが大宮ね、大宮秀樹、大宮秀樹行ってまいります ね、永遠の1秒舞台ね、今年はねやりましたね。沖縄公演もちょうどね、もう終わった頃だと思いますね。歩くスピードはどれくらいかというと、今日はちょっとゆっくりめですけど、もうちょっと早いですね。これぐらいで歩いてるかな。これだとカメラがブレて、ね、こんなのしますから今日はちょっとゆっくりめですけど、まあ、ウォーキングももう3年経ちますかね、まあ、きっかけは腰がやっぱこう、もともと20代の頃ヘルニアで、歩けないぐらいになっちゃって、で、まあそれ、まあ、なんとか治ってカイロプラテックとかね行ったり治って、でついその3年前にまたそれが痛いと思って歩けないぐらいになっちゃって、でまあ一つはね痩せなきゃいけない、ね、ダイエットしよう、そしてもう一つは健康を回る、健康のことも含めウォーキングしようでやるようになって毎日ねやってます。嘘つきましたたまに休んでますたまに休んじゃってます、すいません、毎日やってますって今言った後にすごいこの罪悪感を感じながら、たまに休んでますけど、まあもうほぼでもね、ほぼやいろいろね大阪行ったりとかあちこち行ったりしますけど、その街でまた朝歩いたりするっていうのもね、新たな発見があって面白いなって。
らっしゃい。いってらっしゃい。E の7系ですね。ここを走ってるのは上越新幹線だから、E の7系、E の2系、そして E の、4系、あとは、そんないっぱい考えなくても E の、E の、ね。東北新幹線を行くとね、山形行くやつが E の3系ってやつがあって、アルファベットの E ですね。3の形ってことですね。3系、係、係か、係っていう字が。E の5系ってのがよく緑色っぽい、青森とか行くやつ。E の5系。赤いやつが、北小町が E6 系。ね、結構この子ね、調べて最近好きなんですよね、そういうの調べるとね。で、これはね、昔魚取りをしたんですけど、子供の頃、小学生。そのね、この辺まで魚取りに来てるんです。ここに網を、四つ手の網をかけて、これ取るんですけどね。タナゴとかいたんですよ、これ。タナゴいないんですけど。ただ魚はいっぱいいますけどね、この川、用水ですけど。今日は、このまま歩いてても、歌を歌わないのか、というね、話になります。ですから楽器がありませんので、アカペラで今日は、歌ってみようかなと思います。じゃあ聴いてください。それでは歌ってみたいと思います。浜村淳でございます。歌は寄り連れ、夜は歌に連れ、あの日恋した初恋の思い出が今あなたの心に蘇る。歌っていただきますか。ただ見つめてただけの初恋、黄昏の駅前で偶然に初恋の君の姿見かけた。長く伸びた髪以外は何も変わらない。遠い思い出が蘇る。クラス替えで隣の席になった。あの頃から心が動いていた。下敷きで仰いで揺れる前髪と香る風。あの日君を好きだと気づいた。校舎のブラ帰る君をまた。夏のセミ偶然をよそって歩き出す道。心告げるチャンスはあったけど、ただじっと家に入る背中見てた。声に出せば二つ道に分かれる。結ばれるかぎこちない毎日か。このままでいい、不器用でいい、まだ好きでいたい。ただ見つめてるだけの初恋。カブトガニとそっくりですよ、見た目は。
ワニみたいでしょ。ちっちゃいんですけどね。何時代からいるんだろうですよね。こいつらっていうのはちょっと心配だぞ。地球の生物が心配だぞ。オアシスが見えます。オアシス、オアシスって懐かしいですね。まだやってるんでしょうけど、オアシスのアルバムよく聞いたな。いつもね、ここでお茶を買うのが日課です。1枚、2枚、3枚、おしまい。お茶です。このね、お茶を買ってすぐに僕がね、これをくるくるって回すの。それがね、結構取り出すじゃないですか、こうやって、ね、取り出して、それをこのまんま見えるかな。こうくるくるって見えてる。こうやってこれがね、結構回すのが癖というかね、好きなんですよ。くるくるっつってで、パッて取る。これをマイクで最近応用してね、やってますけどね。片手じゃキャップ開けられないんですけど、これよいしょ、よし、入ったね。お茶によってはね、水分が、いいですね。水分補給。お茶。綺麗な。さあ、今日はね、サッカー TV ウォーキングを楽しんでいただけたでしょうか。そろそろね、到着します。カメラ的には、まあ、10分ぐらいかなと思いますけど、これ歩いてる距離は実際、1時間ぐらい歩いてます。まあ、本当ね、健康に気をつけて、やっぱね、歌もね、健康じゃなくちゃ歌えませんから、毎日ヤクルト飲んで、ちゃんと食事、バランスのいい食事をとって運動をしてね、これからも元気に、素敵な歌を届けていけるように頑張っていきたいと思います。はい、といったところで、サッカー TV in ウォーキングでございました。金太郎じゃない、お地蔵さんじゃないよ、ね。はい、といったところで、また次回お会いしましょう。あなたも
健康に気をつけてください、ね、今病気されてるのは早く良くなることを願ってます。3、2、1 いいかもしれないじゃんそれ